ことじゃん。何のこと？分からん。タイトルがリトルチビなんだけど、リトルリーダーだった。間違えた。待って待って。しかもこの写真懐かしい。やば。花のブログ面白。いや、私いつからかはもうキアラの妹になってないですよ。なんて書こうかな。なんて書こうかな。花の花丸気分読んでください皆さん。全力で助けるわ。違うんですよ。なんかそう、じゃあこのリトルチビはそう、あの花のブログに書いてあったんですけど、その舞台の稽古で獣フレンズのの時に全く関係ない、あの台本破る時とかあったじゃないですか。そうとかのこう練習用の台本みたいな多分感じのがあって、だから全然私たちの舞台とは関係ない台本があったんですけど、あったんですね。そう、それでなんかそれを見て、ちょうどのんのが見た時にあのめっちゃのんのがそれに反応して、たまたまで、めっちゃ誰も書いてない、多分普通になんか何かの舞台で使った台本なのか、そういう本なのか、それのなんか印刷っていうか普通の紙で裏側にその文章がバーって書いてあって、その中の一個なんです。そうなんです。そうで、なんかそう、台湾の日は台湾の日の最終日、夜ご飯食べた後、なんか何、みんなで何人かでそのご飯食べた後にちょっとお土産見に行こうってなって、お土産見に行ってる時になんかキアラと歩いてて、でまあこの話前もしたんですけど、でなんかもうずっとキアラが本当にずっとずっとなんかもうリトルチビリトルチビってずっと言ってきて、もう本当にずっと言ってきて、あの最近すごいなんかリトルチビばっかり言われます。ねえ、のんのの何、のんののあれ、のんのショールームで、面白い。みんな情報が早いんだから、もうみんな情報が早いんだから、もう
ちょっとしかもノンノからさ LINE 来てさ、さ今ノンノにね、なんか今日ノンノがさ見下し写真のやつ投稿しとったじゃんか。でなんかそれでファンの方が多分あんのもお願いみたいなを書いたらしくって、それでなんか明日撮らせていただきますって LINE 来た。そうで違うのよ、なんか今日なんかマイカとのんのとなんか3人でまあお昼食べたんですよね。で帰ってきて、でめっちゃ眠たくてもうみんな眠たいって言ってて、でなんか最初はマイカがなんかずっと耳かきしてみたいなのんのにずっと言ってて、でなんかで私はもう普通に一人で寝てたんですよね多分。でなんかのんのはいおりを耳かきすることもすごい好きなんです、すごい好きっていうか前いおりをなんか耳かきしたら寝たみたいなのがあって、でなんかなんかマイカがずっとのんのにもう耳かきしてってずっと言ってたんですよね、マイカが。でそしたらいいよ分かったよって言ってなんかのんのが耳かきをするってなって、まあ綿棒を持ってきたんですね。そしたらなんかね先にあんなやらしてって言われていいよって言ってなんかやらしてって言われたからいいよって言って、そしたらなんか来てって言うからいいよって言ってのんののとこ行ったのね。そうしたらなんかされてて、そのそしたら寝てて寝たわけじゃないよ、はちょっと、ね、寝てて、まあ、でもまだそこまで爆睡ってわけじゃないけど、そう実験台にされたのかわかんない、なんでやりたかったのか、そういろんなメンバーのやりたいのかなちょっとわかんないけど、そうでその後多分マイカもやってて、で寝てて、で起きたらさあの起きたらじゃない3人とも結局寝てた、多分3人ともめっちゃ寝てた。そうそんなね人に耳かきされることなんてないからさねでもね、しかもねなんかアンの耳かきされてるとこを写真撮ったんだって。そう、ね、これ載せたいって言われたからいいよって言ったんだけど、さっきからねずっと LINE はのんのから来てるんですよ。っていう話。いや耳かき写真 OK 出る OK なんかな分からんのんのちゃん言うのって、その面白いね。 あと一人でフォロワー1万6000人じゃ、私もメンバーの写真めっちゃいっぱい撮ろうかなって思った。なんかキアラのさ一人の写真すごい載せたかいたキアラのさ写真載せたかったんだけどさ、載せたかったんだけどなくそうあんまなくってさ、ちょっと今度撮ろうと思って。負けてもキアラちゃんフーてて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 て。ヨアニのレッスンの時シューズ、普通にアンダーはナイキとかいろいろ何でもいいと思う、何でもいい、なんだろう、でも普通にシューズみたいな感じだったら何でもいい。室内で履いない、屋外、外で履いてないやつだったら何でもいい。リュクシこの曲聴いた時どう思った？笑っためっちゃ笑った。
なんか3人ずつ呼ばれて、あ、3人じゃない、2人か、3人ずつとか呼ばれて、そうで VTR 見せてもらって、でその後歌詞もらって笑ったもうさすがにあれは笑うしかない、マジで、えみたいな、みたいなあんなポーズあれでいくの、うん、あんなポーズはないよあれはちょっとよくわからん、だってあれあんなポーズって意味わかんないよね、めっちゃ面白かったわ。でもかれてはダメ、正体はみんなのためならば力尽きてもっとストップ止まれないの、悲しみの雨が降り時に強い風に吹かれてパパやママ心配するけど進むんだ、夢に見た場所へ、正義の乙女は戦う、我らのアイドルキアラちゃん、そう今日サンフレッチェの記念日、そうそうです、何年だっけ、何年って言ってたっけ、26だっけ、26か、ね、中3の女子楓ちゃんね、そう鉄人がね、今日すごいニュースでたくさんやってた、でもなんか今日カープが勝てたからよかったなって、でもなんかすごい方だっただなって、すごいニュースとかめっちゃ見てて思って、こんだけ何なんかニュースにいっぱいになって、 LINE ニュースとかでもめっちゃ来たしね、だからなんだっけ、ニュースでなんか見たんだよね、2215試合連続出場だっけ、なんかそんなそんぐらいだよね、 なんだっけ2215わかんないけど、そう私さ、なんていうの、なんかニュースとか見ててすごいなんか、そうなんかす、もうなんかめっちゃ素敵すぎる人やなってめっちゃ思った。2231あ、でも全く知らなくはないですよ、全然。そう。そう、初優勝の時とかのさ、なんか、何？映像とか流れてた、今日、ニュースで。でも今日さ、カープさ見ててさ、なんか中村投手がさ最後9回のさ途中まで投げててさ、ででも最後変わって中崎投手になったんですね。その時になんかすごい涙ぐんでいて、そうで、なんかでもヒーローインタビューではなんか泣いてませんって言ってて、でもなんかすごい素敵だ、なんか素敵だなっていうか、なんかなんだろう、悔しいっていう気持ちが素敵だなって思った。って感じ。
でも今日は勝ってたからね。ずっと私見てたんですよ、テレビで。そう、ずっとテレビで見てた。あんなも毎日配信で鉄人目指そう。ね、頑張る。きっと君だ、君だ、君だ。いくつか恋をしたけれど、すべて君に。人参目指そう。なんでやねん。でもさ、今日そうね、サンフレッチェもカープも調子が良いから嬉しい。今日も首位をね、首位になったからね今日は。でも明日明後日もさ DeNA とでしょ。でさ、でもどっちもね中継あるのね。そうだ、今広島じゃ多分逆に今日中継なかったのかな。でもこっちで中継があって。そう、あんちゃん今現在に一番好きな歌は？全部、もうほんまに全部好き。やっぱイコールラブともなんか思い出の曲やし、でもスタートも好きで、でも部活中に目が合うなって思ってたんだも好きだし、でも他のも全部好き。あんま決められない。そう、作曲がヒャダインさんっていうのがすっごい嬉しいんですよね。そう、やばくないですか。ヒャダインさんと指原さんのコラボレーションでキアラ助けに来たとか生まれたんですよ。もうやばくないですか。なんか私その広島に活動してた時にアイドルのその時にヒャダインさんにお会いっていうか、なんか何大会のに出てた時になんか審査員みたいなとか MC っていう形でヒャダインさんが出てらっしゃって、でその時にそうだからこう一緒にお写真撮ってもらったこととかあったりして、そうですごいヒャダインさんに作曲してもらうのってすごく夢だったんですよ、その時からずっと。だから聞いた時はめっちゃ驚いたし嬉しかったです。そう、本当にね、すごいね、指原さんからヒャダインさんに発注したって。それでキアラ助けに来たぞっていう曲が生まれて、本当にね披露するのがめちゃめちゃ楽しみなんですよこれ。そう、タワー来てるよ。本当だ、ノブさんね。本当に本当にさ、本当に本当にさ、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとう、本当に本当にね。そうだから、すごいヒャダインさんってのがすごく嬉しかった。私はサシピーからの指名で燃えたって言ってた。ライブでノリノリでね、本当にすごいね、楽しみにしててください。いつあれなんだろう、ファミポテ食べてない、食べたいんだけどさ。広島にあんなタワー建てよう、どういうこと。隣のバナナもヒャダインさん、あ、多分そうだと思います。のんのも言ってた？何を？負けても戦え、立つんだキアラちゃん。国語数学に英語体育も全て平均の私、誰がどう見てもどこにでもいる13歳。でもね、私を舐めちゃダメだよ、ちょっとスパイス効いてる。今日も内緒で日本の平和守ってる。逆し気づかれてはダメ、正体はみんなのためならば
力尽きてもドンストップ止まれないの、ええ曲や悲しみのウォーウォー、そうようやく全曲歌います。雨が降り時に強い風に吹かれてパパやママ心配するけど進むんだ夢に見た場所へ、正義の乙女は戦う我らのアイドルキアラちゃん、はい授業中でもランプ光ればこっそり抜け出さなきゃ、先生ごめん課外授業ってことにして、お買い物とかパンケーキとかプライベートは我慢、恋愛だってしてみたいけどノーサンキュー、伊藤くんごめんなさい、私はあなたとあ付き合えない、自分捨て決めた道だから、ここにある守るべきもの14歳。ね、誕生日来たら全国の伊藤さん、残念だね伊藤さん伊藤さんが泣いてる全国の。雨だって雪だって頑張ってきた、だけど私孤独にやられて負けちゃいそう、キャラ助けに来たぞ、気づいたよありがとう、私は一人ではないんだ、パパやママ心配するけど進むんだ夢に見た場所へ、正義の乙女は戦う我らのアイドルキアラちゃん、ふう、キアラ助けに来たぞ、秋元くんでよかったやでも多分3文字がよかったんじゃない、伊藤くん、うん、伊藤だから3文字、あでも佐藤うでもいいか、確かにさっき佐藤うって書いてあった、柴田くん、確かに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 、耳かき出とるって嘘でしょマジで、結局出したんややばはずはず、田中くんでもいい、確かに田中くんごめんなさい、耳かきアナツイートされたよって、アナいじりに来たぞ、意味わからん意味わからん、イコールブ入りたいよこんばんは、コペパンおじさん、前田くんでも確かに、何でも3文字やったら何でもいいやでも笹原さんが伊藤っていう、伊藤っていうのにしたからね、みんなでさキアラ助けに行きましょう、キアラ助けに来たぞーって、鈴木くんでも確かに、後藤くん確かに確かに、もう耳かきのコメント受ける、耳かき耳かき分からんけど、お近くに伊藤さんいらっしゃいますか、いらっしゃいますか岩尾くんでも確かにもう3文字ならね何でもあっちゃうからね、あんちゃんは黄色だな、あー今来て、あーそっかマフラーの色が黄色だから、
みんなでね助けに行くんだよ。甘えん坊ですね。違うから、あんからやってって言ってないから、ノノがやらせてって言ったんだもん違うから。斉藤の差を抜いて伊藤、斉藤、確か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 。おやすみおやすみ早いね寝るの。違うから、あんないじりに来たぞも言いますね。いつ言うんだよでもあれガチ恋工事を言えるみたいな話だよね。言いたいことがあるんだよのやつ。意を抜いたら佐藤さん、確かに確かに遅刻した泣き山さん、いらっしゃい。言いたいことがあるんだよ、やっぱりキアラは可愛いよ、好き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様だっけ。こうちゃんお仕事頑張ってください。こんばんは、ひでちゃんこんばんは。好き好き大好きやっぱ好き、おーチームメイトさん、うは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 、あーどーどーダダ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 ダチャチャチャ、歌いたくなっちゃう。エミタン嬉しいよお、今日イコラブで、イコラブ、うん、カラオケでイコラブの練習したって。フリーのところのダンスはフリーだよ、本当に自由だよ。急に壊れたって。歌いたいよけどダメなんだよね。え、あのチームメイトさんの曲めっちゃ好きなんよね。全部初めましてじゃないよね。やべえ、コールしたすぎる。ゆうへい3回ジャンプだろ。あんはね、でも自由やから、そこはみんなダンス動画ね撮らんといけん。でもなんか今回は3曲あるじゃないですか。誰と踊ろうと思って、なんかやっぱキアラ助けに来たぞ、キアラがいないとなと思ったり、キアラに一緒に踊ってって言おうかなって思って、そうそうなんですよ。そうどうしよう。そうね、どうしようか。部活中はまあ、部活中はまあいつもの感じの一人でもまあいいか。手遅れコーションはどうだろう、一人、まあでもやるとしてもサビだけだから、多分いおりとひとみと前やったから同じメンバーでやるのか、まあ一人でやるのか、どうだろうね、何も考えてない。まあその時にいたメンバーとか。キアラ助けに来たぞ、キアラどうだろう、わかんない、一人でやる可能性もあるし、何も考えてないですね本当に。ダンス動画です。遠く警報を聞こえないふりして、汚れていくのを見てるだけ。パズルのピースははまることもなく、手探りするけどきっと手遅れこしょう。抱きしめて、キスしても確かな答えは出ないまま、恋愛の君の
目が突き刺さる、怖くなるほど愛おしい。二人が望んだ二人の世界は、誰かが泣いてる蝉しぐれ。小祝いのやばい。そうなんだ。でも手遅れ交渉はなんかみんなでやってバッて決めるって感じのもいいなって思うけど、で、まあ、でも全員でやっちゃうとさすがになんかダンス動画だけどなんか見えにくいかなって思うから、まあ一人か三人かぐらいかな、やるとしたら。でも何も考えてないですね。部活中部に目が合うなって思ってたんだ、青空と太陽が僕たちを見ている。そうだからまあ3人ぐらいかな、やるとしてもね。突然歌い始める強い日差し照りつける、校庭走る君を見つけ、気づいてくれ神様に願うだけ、見てるだけで十分と思っていたなのに、なぜか期待してる8月の片思い。あ、うえハッピー水飲み場でハッピー、鉢合わせてハッピー、戸惑う僕を見て笑う攻略法、どこにも乗ってないハッピー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 、水飲み場で鉢合わせて、戸惑う僕を見て笑う攻略。そうだよ、ハッピーじゃないよ。どこにも乗ってない、僕はいてもたってもいられずに、暗い道を自転車でただ走る、目的地もないままに、このもどかしさよ君のもとへ、部活中部も帰り道も勉強中も、君の声繰り返す、ぼーっとするほどにあーって。名前漢字で書いても左右対称だね。そうなんですよ。でもアンナの名が本当はここ跳ねるんですけど、でもなんかまあほぼ左右対称。そうなんですよ。しおさん初コメありがとうございます。神曲すぎって、それな、それな、神曲なんです。本当に全部が高低差すごい、それな、高低差すごい。イコラブに出会えたことに感謝、さゆにゃ感謝。優勝、はい優勝水飲み場でいい曲ってね。きっと君だ君だ君だ、いくつか恋をしたけれど、すべて君に出会うためだった。このさ、でもやっぱイコールラブが一番キーが多分高いんですよ。そう、きっと君だ、もうねやばいよ。イコールラブはめっちゃキー高いです。まあ、結構キー高いけど全部。はい、せーの、おーおー、マイアイディール、マイアイディール、チーズ、じゅんくん、チーズチビニャ、たくさん。部活中も高いかな多分。キヒロさん、
疲れ様です。なんだろう、究極タオって好きじゃけん。うん、本当にね高いよ。細谷さんこんばんみ、こんばんみ。うん、でも指原さんの歌好き、うまいですよね指原さん。届いてラビューも高い。大好きなのにときめく心はキャーシー、こんなに思ってるのに意地悪しないで振り向いて、アンナ助けに来たぞ。制服のクリスマスが大好きですね。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー、繋いだ手のひらから好きが溢れる、コンビニケーキ冷めたチキン、完璧ではないけどこれがきっと幸せ、僕らの制服クリスマス。パーカーマジで暑くない？暑い暑い。今日めっちゃ歌ってくれるやんって。サラダチキン。モリアさん、あにゃあにゃあにゃ、名曲やねってね。単独ライブしたい。そう、本当に指原さんの歌詞すごすぎて、本当にあの黒パーカーいつだろう売るのね。セブンダックさん同い年、森屋さん20歳。暑いよあれ、あのパーカーとか暑いよ。辛味チキン好きじゃない、ノット辛いの、ノI don't like 辛いの。アンニャの歌、アンニャの歌だよ。あれ何の、ノンノが言ってるやつかな。サードで指原先生のプロデューサーとしての手腕が証明される。じゅんくんもみんな同い年やん、20歳。カープ勝ったよってね、今日ずっと見てた、テレビで会ったから嬉しかった。見下しってどう、こうこうやって上からこうやって見るの。ウケる。手腕。手腕か間違えたね。相澤選手好きなの私、ホームラン打ったねってね。手腕ね。はいはいはい、手腕ですよこれは。皆さん手腕じゃない、手腕です。はい、今日もリトルバカヘッドメルさん、もうほんま嫌。あ、でもね、何のことやっけ、なんだっけ、あ、そうそう、ハガキ、ハガキのことをメンバーにめっちゃ言ったのね。ね、聞いてみたいな、あ、ハガキっていう漢字が読めなくって、なんかなんて読んだっけ、ハシュなんだって、あ、なんて読んだんだっけ、まあ、なんかって読んじゃってって言ったら、メンバーみんな、え、ハガキってどうやって書くのってみんな言ったんですよ。あ、要所か、そうそう、要所って私が読んだんだ。そうで、メンバーにそれを言ったんですよね。そしたらほんまに4、5人いたんかな、その時みんなハガキって、え、ハガキって漢字あんのって、え、それ読めないよって言ってたから、私だけじゃないんですよ。そう、でもなんかナータンは読めるよって言ってたけど、でもナータン一回間違えてたけど。けど、あ、そうよ、これじゃって言ってたけど、なんか瞳とかマイカとかもなんか、そうそう、なんか言ってた。そうだからあれですよ、ハガキ私読めなかったのはセーフだって、セーフってこと。イコラブはアレな集まりって。アナちゃんの歌声聞けて嬉しいです。
聞く相手が、違う、でも本当に本当にメンバー結構何人も言ってた。いつ言ったんだっけ、なんかの時に言ったんだよ。セーフなのか、セーフです、セーフ、セーフ一塁セーフノーアウト、ノーアウト満塁っす。いやだ定期テスト、意外にでも定期テストイコラはあんまやったことないですよね。あ、お手紙届いたよ。あれ、サウルポンさん昨日いなかったっけ、字綺麗だったって言ってたの昨日。サーベルポンさん、山本アウト、ノーアウト満塁。イコラブ面で野球チーム作るとならば、わかんない、わかんない、リクエストする。あんなポーズ、これセーフって手が出てないよ。これだってみんな同じサイズなんだもん。アンナの字もめっちゃ綺麗、リンちゃんやったな、やったね。アンね、何にしようかな、萌え袖にしたくてじゃなくても勝手になっちゃうんだよ。そう、サンフレ記念日、サイズは L？ え、分からんけど、これケモフレ、黒と黄色があったけど私は黄色を持っています。ゆりちゃん萌え袖女子好き、ありがとうケンスケめぐーさん定期公演楽しみ。佐賀県来たことはないかな、あるかな、わかんない。黒パーカー発売、わかんない、私も本当に。ミニオンにしか見えないだって、バー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 ナナーバ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 ーナナーサンサンサンチッチッチッ、10時半ぐらいまで配信します。ドゥルドゥ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 、バナナポテトナ、ノリノリアンナはい、キャーこと斉藤キャーです。似てますか、私昨日キアラに真似されたんでどうですか、似ていますか皆さん。昨日キアラさんになんか真似されたんで、似てる、お似てるって結構、キャーこと斉藤キャーです、うん、キャーこと斉藤キャーです、はい、イコールラブ最年少、キャーこと斉藤キャーです、キュクシ、似てますか、似てますよね似てたよって、割と似てる、やった、やった、なんか何あんリサに、でもリサめっちゃあのモノマネしてくるんですよ、やばい、めっちゃしてくる。あんね、どこやっけ、どっかめっちゃリサ真似してきたね、なんだっけ、走りたいな、リサちゃんのモノマネ、何、え似てない、リサの、リサがやるアンナのモノマネ、じゃあ結局アンナのモノマネになるけど、リサがやってるアンナのモノマネします。僕のこのドキドキがバレないように
これめっちゃリサのモノマネ、これめっちゃリサがやるアンナのモノマネにそっくり。アンナのモノマネをするリサのモノマネ、すごい、めっちゃそう、めっちゃ似てない？すごい似てると思うんだけど、本当に本当に本当に、違う違う違うって、リサがアンのことバカにしてるんだって。違う違う、僕のこのドキドキが、アンこんな感じじゃないのね。アンは僕のこのドキドキがバレないようにって普通にやってるのね。でもなんかリサはなんかアンのモノマネを、僕のこのドキドキがバレないように、似てないって言ってくるの。もうね、全然だからアンこのマネめっちゃ似てると思う。アンナのモノマネをするリサのモノマネ、めっちゃ似てるんだけど、あ今めちゃめちゃすごい似てると、すごく思う。違うから、違う、手の動きがムカつくミーニャのマネ、ミーニャのマネ、なんだろう、なんて言うっけ、なんて言うだろう、なんて、なんか誰かできるかな。そうね、ちょっとリサ声が今調子悪いからね、ちょっと私のモノマネを披露してくれないから、ちょっと早く治ることを祈っててください皆さん。ミリニャって難しくない？はい、ミリミリニャこと大谷、難しい、ミリニャこと、大谷エミリです、大谷エミリです、難しい難しい、マイクこと佐々木舞香ですいよりこと野口いよりです、難しいね。さなつん、さなつんこと諸橋さなです、よろしくお願いしますカメハメハ、はなちゃん、はなちゃん、はなまるはい、はなちゃんこと大場はなです、よろしくお願いします難しい、わかんない、なーたん、はい、なーたんこと斉藤なぎさです、違うな、はい、なーたんこと、はい、ツインテールがトレードマークの、なんだろう、はい、はい、ツインテールがトレードマークのなーたんこと斉藤なぎさです。なんか難しいな、やっぱ私キアラとそのアンナのモノマネをするリサのモノマネが似てると思う。イコラブの子さんになってくれるかな花言ってたよね、ひょこごと、しょこ、しょこ、しょこはなんだっけ、どうやるんだっけ、忘れた、しょくこと竹脇しょうこです、しょこ、ひょここと竹脇しょうこです。わかんない、できない、やっぱキアラとアンのモノマネをするリサが似てるわ、難しい難しい。いや、キアラはうまいやろ。キアラこと斉藤キアラです。はい、イコールラブ最年少のキアラこと斉藤キアラです。今日も皆さん一緒に楽しみましょう。めっちゃ似てない？ゆうくない？めっちゃキアラ。楽しみましょうって可愛い。めっちゃ似てる。こんな感じ、多分似てるって、めっちゃ似てるって、よっしゃよっしゃ、特技にしよう、キアラの前でやろう今度やり返しとくわ似てるかもって、イエーイ、アリゾナジャガーですって違うだろ、お地蔵さんですリュクシチェキアラにやろ、
キアラの影武者できるレベル。よっしゃよっしゃ、イエイ。それな、いおりさんもうちょっとでバースデーですよ。ズクシーって、デュクシーだってすごいよね。デュクシーとかさ、チェとかさ、そういうさ、なんか今まで舞台だったりさ、そういうなんかデュクシーとかだったり、そういうのがさね、なんか曲の歌詞っていうかに入ってるから。そう、イコラージ毎回ね、メンバー誕生日にケーキくださるんですよ。持ちネタが歌に入る。噂の天国だ、イエーイ、イコラブ沼、イコラブ沼、君もきっとわかるはずさ、ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃん。広島からこんばんは、こんばんは。共に進もう、ウォーウォーウォー、共に戦おう、ウォーウォーウォー、一人じゃ何もできないけど、嵐を張りだって変えられる、街のすべてがウォーウォーウォー。お母さんがイコラブの間歌ってるって。知ってる、ちまた噂の夢見るだしない、知らないなんて言わせないよ、恥ずかしがらず。サード3曲歌うと感情が持たない。いやもうね、サードのね、3曲の切り替えやばいから、本当に。同国警報をって歌っときながら、負けても戦え、立つんだ、キアラちゃん、はい、だから。そして、部活中に目が合うなって思ってたんだ。青空と太陽が僕たちを見ている。いや本当にもうこの差が激しい、いろいろとやばいよね。今回サード今までで一番これが激しいからすごいと思うよ。本当に楽しみ、早く何か披露するの。そうだから銀河もめっちゃ楽しみだから、銀河皆さん来てください、お願いします。耳キーンなるで。そうだから絶対に来てください、銀河待ってます。同じ衣装で歌うのってじゃない？あ、じゃない？はい、ひょっこりはん。はい、はい、ひょっこりはん。ひょっこりあん。はい、ひょっとこあん。はい、ひょっとこあんって、す、お、よく、いいね、よくない？よくないか。はい、ひょっこりあん。見て。はい、ひょっこりあん。はい、
あれなんかずれてる。はい、ひょっこりあん。あれなんかずれてない？はい、ひょっこりあん。動画何回流れる？何してんねんって。なんかめっちゃさ、音とさ動画がずれとんだけど。なんでずれるん？スノー、なんで動画ずれる？でもなんかずれてる。なんで？はい、ひょっくりあんピュッになってる。やだ、どうしたらいい？なんでなんでずれるんよ。はい、じゃあもう一回いきます。撮り直します。ちょっと待って。あ、はい、ひょっとこはん、ひょっとこあん、どっちがいいですか？テイク2、テイク2いきます。あ、はい、ひょっとこあん、はい、ひょっこりあん。今来たらひょっとこあん、ひょっとこあんで、はい、はい、ひょっとこあんマジこんなん何見せない。ね、ずれてない？見て、ちょっと見て皆さん。あ、間違えた、ひょっとこあんね。はい、ひょっとこあん。見てずれてるの。はい、ひょっとこあん。ねえ、なんで、はい、ずれる、なんで、どうしたらいい？ずれるけん乗せれん。やだ、乗せたくないこれ。なんでやろうか、違うのへ撮るわ、撮るね。何撮ってんねんって、ずれてる。スノーやめるわ、じゃあ違うので撮るわ。アプリ使いたいやろちょっと待ってね、何した、どんな配信しとんってね。これ動画撮れるんかな。分からん。歯をもっと出して、はい、ひょっとこコロン、今日も自由で楽しいですって。自由でごめん凝り出すととことんやる。あんな、なんかこの日やだ、これやだ A 型です私。なんかいいのがない。違う、聞いてください。あ、カメラ360がなんか起動、何、動画撮れなくて。あん、そう、なんかね、動画は撮れるんですけど声が入んないんですよ。なんでだと思いますか？本当になんで？動画、あー、あゆえおほら動画なんないの。なんでだと思う？ほらなんなくない？
あーあゆえお謎の動画ね、なんないの、つらみ、つらみが深い。じゃあ加工なしでいくか。マナーモード解除してる。いやこれずっとなんですよ、つらい、助けに来てよ。他になんかあったっけ。まあ気分が乗せたらあれするわ、乗せるわ、乗せんかもしれんけど。ってことじゃ、じゃあ360マイク許可してないとか。え、それどこでやるの、あれか、マイク、え、どこ、それだ、待って、それマイク許可してなかったおもろーい、おもしろーい。ちょっと待って、それだ多分、これでいけるかも。ああみんなありがとう、え、みんなありがとう。じゃあもう一回はい、ひょっとこあんしてみるわ。あ、次は充電がないみたい。よし、はい、ひょっとこあんあ、はい、ひょっとこあん、めっちゃ声でかい。はい、ひょっとこあん、はい、ひょっとこあん。あ、じゃあこれ乗せますね、声でかいなって。はい、ひょっとこあん、ちょっと待って、動画撮れてるかな。はい、ひょっとこあん。え、なんかちょ、もう一回撮ろう。はい、ひょっとこん面白い。はい、ひょっとこんやだ、笑っちゃった最後、さっきのでいいやまだこだわるのって、まだこだわるのって、こだわりの映画立ってよ、めっちゃ。これで、で、これで違う、なんかよ縦になっちゃってるから、ちょっとあの反転じゃないけど、こうやって傾けなきゃいけないんだけど。え、笑ったやつがいい、え、本当に、え、じゃあもう一回撮るわあ、そう、じゃあつい消しちゃったから、じゃあ笑うね、笑うねって、わざと笑ったらおかしくない、で笑っちゃうけどさまあいいや。はい、ひょっとこんやばい、いやでもこれおもろいやばい、つぼるんだけど、自分でやって自分でつぼってるめっちゃ笑う、ウケる、面白い、自分でやって自分で笑ってる。でもこれ動画反転させないとダメだ、使えない。なんか縦で動画なっちゃってるんだよ今。だからそう、自由な配信、まあいつものことだけど、安定のファボ選手権いきますか。なんか変な CM 始まった。今日も平和だね、平和だね、こりゃ長引きそうだみつるさん、よしできたかな、あれ
できてない。やっぱ笑ったの嫌だ、なんか可愛くないなんか変な顔してる。まあいっか、内容が薄い選手権しますか文章書いたと思う？なんて何がいいと思いますか？はいひょっとこあん、あはいひょっこりはんならぬ、はいひょっとこあん、違う、はいひょっとこあんでいい？ひょっとこあん、ね、おやすみおやすみってもうみんな寝ないでよ寝ないで。え、何がいい？ひょっとこあん？シンプルでいい。オッケー。じゃあシンプルにいきますね。これでいこう。まだやってたって、やってるぜ。これだ。よし、まだ乗してない、まだ乗してない、もうちょっと。まだはい、スタッフさんに笑われた。じゃあ行きます。5、4、3、2、1。やった、1万6000人いったよ。だって1万6001人、ありがとうフォロワー。どうしよう、でもこれ載せてから、ツイッター載せてからこれをあのフォロワーさん減るかもしれん。やばいやばいやばみやばいこれ載せたツイッターどうする、フォロワー減ったらフォロワー減るかもしれん。かなぴみ、カナピミ深いぜ。減ったら笑うって、あんも笑う。ひょっこりあん不評だったかって思うわみんな減らんとってや、わざとここにおる人で減らさんとってや。はい、じゃあいきます。1人目、ん、いいねからいきます。1、半熟さん。2、阿部浩二さん。3、リリックさんです。次リツイートいきます。1人目ケロちゃん、2人目ケイさん、3人目キーちゃんです。
次リップ一人目サーベルポンさん、2桃正吾、3サクちゃんです。ですですです。大丈夫、増えるよフォロワーさんって。テイクいくつですか。ウケる。どうしようフォロワーさん増えるかな減るかな、どっちかな。フォロワーさん増えるかな減るかな、増えてほしいな。今日もリップ薄いってケロちゃん、ケロちゃんはじわる薄い。どうしようどうしよう、ほんまに減ったら悲しい、もう減ったらひょっこりあん、もうちょっと動画消去しようか。動画消去しようか。ちょっと待って、ちょっと待って、充電が、よいしょ。よし、まだまだ増減ありません。増減っていうのかな、現像わかんない、なんか増えたり減ったりはない。さあどうなる。リップ読んでるよ。増減か、増減、増減線取ってや、いや違う違う、減線取ってや、増して。はい、さくちゃんやっほー、ヤッホー、気になるね、気になるよ。だってどうするん、これがこれのせいで減ったら。今何回再生されてる？138回再生されてる。ありがとうみんな。ありがとう。減しないでねみんな、もうみんな減らんとってやん、減ったら追消しするから。嘘わかんないけど。2番目きた、時差面白い、安蔵って受ける。元気いっぱいやな。でめっちゃパワースポットさん、潜在なんちゃん僕を見つめてる。いやあの潜在あん好きやないねん、やばくないあれ。ツイ消しは許さない、ツイキャスでもええで。1分フォロー開始しようかな。アルビンさん、おこだよそれは。みんな教えてね、ちょっと増減したら。やった、引用リツイートとかしてくれてる、嬉しい、みんなありがとう。一人増えた、一人増えたフォロワー、やばい、スコットランドの方なんだけど、やばい、ありがとうございます。一人増えた、一人増えた、ご機嫌です。やったやった、増えた。やっぱはい、ひょっこりはんはね、ひょっこりはんはね世界共通なんだよ。イエーイ、スコットランドは海外。どこかわかるって、多分海外だと思う、海外向け。寝ないで監視しようかな。キアラソングって、キアラソング、キアラ曲、海外当たりって、イエーイ。え、嘘、増えた、また、本当だ本当だ、やったー、増えた増えた、
やったじゃん、うん、よっしゃ、ひょっこりあんのおかげかね。あ、またまた増えた増えた、イエーイ、ひょっこりひょっとこあんのおかげやん。イエーイ、ひょっとこ、ひょっとこ順調です。山本、順調、順調な滑り出しです。アンナの投稿にしては濃い。なんでやねん、アンナいつも薄いからな、最後の笑顔がいいよって。やばい、って感じ。広島名物食べたいって最後お好み焼き561回再生、ほんまに、やった、アンナ YouTuber への道。はい、みなさんこんにちは、こんばんは、アンニこと山本アンナです。今日はね今日はね、ひょっとこあんをしたいと思います。増えて嬉しいね、磯ひかね、今日も9000人、お、こっちは9000人、ありがとうございます。みなさんツイッチャーでね、ここのさ、いいこと思いついた、いいこと思いついたわけじゃない、テロップにさ、アンのさ、アットマークのさ、あとを書いてみたらどう思う？ツイッターのさ、あそこをさ、テロップに書いてみよう。関係あるかね、山本あんな、フォローしてね、どう？どうですか？最後につかんきゃん、これ合っとるよね、 OK、 よし、減るかなじゃないよ、ゆうぶさん。あ、6になっとる、6になっとる、増えた増えた、ひょっとこあんのおかげで増えたよ。また明日、また明日、700回超えた、やった、ありがとうございます。別のアカウントでフォローしておいたよって、優しいな。優しい、え、これ別のアカウントなん、ほんまじゃ、ありがとう、ありがとうね。さあ、ゆうたさんフォローしたよって、ありがとうございます、嬉しい。やっぱこうやって書いた方がいいかな、これから毎回書こうかな、ショールーム。今日10時半とか言っとったけど、もう過ぎたね、あ、め、増えた増えた、すごい、みんなありがとう、優しい。優しい、みんな泣ける。よし、ちょっとこれから私はテロップに、どうせ今書くこと常にないからさ、まあ別に大して内容言ってないから、だからこうやって書きたいと思います。こうやってテロップちゃんを書きます。タワーや、嘘やろ、なっちゃん、ありがとう、なっちゃん、
ありがとうございます。なんでよ、なっちゃん、なっちゃん、なっちゃん、ありがとう、なっちゃん、ありがとう、ありがとうなっちゃん、善悪だよね。大好きアンナ、エミタン、嬉しい。かなり目立つ動画、本当目立ってる、このパーカー21枚目ですよ。あれ、なっちゃんコメントはみんなして、ゆらさんでいいあ、待って、フォロワーめっちゃ増えたよ、11になったよ。ありがとうございます、本当に皆さん。あ、待って待って、11になったよって言ったら10になったんだけど、誰ですか誰ですか、今フォロー外したの誰ですか。なっちゃん電車待ちってコメントしてた、くしゃみ出る なっちゃんフフ11時間心が疲れたって、なっちゃんお疲れ様、やばい、それは働きすぎだよ、気をつけてね。夏夏夏夏なっちゃん、あ、フォロワー12になった、13になった、めっちゃみんなフォローしてくれるじゃん、ありがとう、すごいすごい、めっちゃ安倍さんめっちゃあれしたでしょめっちゃみんな優しいじゃんめっちゃ優しいやん、みんな一日一回くしゃみはしないとねってね、みんないっぱいアカウント持ってんだねありがとう、優しい、みんなバレた、バレるよ、ベイちゃん、いろんなアカウントでフォローしたさくちゃんもみんな優しい、なんか優しすぎて泣ける、やばい、なんかめっちゃ増える、ありがとうね、はあ、ひょっとくん作戦、ももしょうご成功か、これはイエイ、4つも持ってんの大変だね、管理するの、乗り換えな、謎の報告特に優しいからなって、それな、計算本当に思う、顎のせ大成功だなって、僕のこのドキドキがバレないように、来年のクリスマスは僕が勇気を出すね、初めてのときめきは君との制服クリスマス、改札の前君の手つかみ、大人にはもう見えない世界、制服のまま飛び出そう、はみんなありがとう、いっぱいフォローしてくれて満足したよ、アンナ大満足です。藤原さんの顎のせ動画ね、最初めっちゃ可愛いってめっちゃ思って、そうめっちゃ思った、やばい、なんかくしゃみしてから鼻が、もう一回試しても意味あるかな、うん、試すだけ試してほしい、なっちゃんお願いします。
願いします。歌声が嬉しそうに聞こえます。はい、ひょっとこあんって滑舌よき。滑舌？あんちゃん好きすぎ。もう寝ないといけない。分かった。試す。当たりますように。定期公演でひょっこりしないとだ。握手。せいちゃん。ふうさん。久々に来ました。ゆうた。ゆうたさん。ゆぶさん。いそひか。セブンダックさん。琥珀追加します。これまたします。キーちゃんありがとうございます。サーベルポンさん、あやしつけ、そろそろ寝ないと。アンナハン、そろそろ寝る。じゃあそろそろ終わる。滑舌は読めますよ。すごい、どんどんね、皆さんありがとうございます。また明日夜配信しますので見に来てください。個別撮るねって秋山さん、まだ見てくれてたの、ありがとうね。1万人いきそう。あ、本当だ本当だ。じゃあ1万人までやろう。1万人まで。お疲れ様でした。スケサブローさん、ありがとうございます。サミダレ歌詞であった、それイコラブじゃないけど。あ、1万人いったよ、ありがとうございます。突破ありがとうございます。まあ一回2万人配信したんだっけな。じゃあいつか3万人配信したいな。なんちゃって、何時間せなあかんねんな。ウィンクできないって感じで おしまいです。おしまいです、おしまいです。さんまにいける、ほんまか、ほんまか。だって2万人の時、まああの時結構前にやったけど、何時間やったんだろう、忘れたけど。でも確かに365日記念の日にね、なんかねしたいけどね。そこまで毎日アイドル続けられるように頑張るっていう、パリでのね、パリでの試練が私は待ってるんですよ。パリで続けられるかという私への、そう、3時間。いや本当にパリを乗り越えれば365日行けると思うんですよ私は。パリ、問題はパリ、打倒パリ。そう、打倒パリなんです私は。365日するってなったら、するには。でももう絶対に絶対に絶対にやりたいんです、もう本当に。人生は紙飛行機、打倒かい。飛行機内ダメだよ、わかんないけど、もうパリと戦います私は。そう、時差を計算しつついろいろ頑張らないといけない。だって台湾の時でも危なかったんですよ、これ朝してなかったら夜できんかったわとか。だからみんなでやっぱ団体行動になっちゃうからさ、一人だけホテルに帰っ、なんかご飯食べた後また夜市行ってみたいな。で一人だけご飯1時間前
日本は1時間の時差があったから1時間でもなんかメンバーみんなとやっぱ行動とかするからなんか本当にやばかったんですよ。だからあ昼やっと朝か朝やっとってよかったって台湾でなったから、そう本当に。でも飛行機の中でやったらうるさいじゃん、ダメじゃない？多分目がかゆい。そうだから、そうだから空いたらすぐね配信しないといけない。うん、時差も多いし無言で手振っとくだけかも機内の中で。やばい目赤くなった、かゆい。かゆい。終わります。めっちゃ赤くなった、最後の最後に。やばい泣いてない、あやばい、めっちゃ目赤くなった、やばいやばくない、めっちゃ腫れた、あやばい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 。はい大丈夫です、大丈夫です。おやすみね、おやすみ皆さん、おやすみ順位読みます。13位せいちゃん、12位磯ひか11位ボッティさん、10位エンドアさん9位台湾中心さん、8位ニゴさん、あれ合ってる、7位ルルルタンナさん、6位空の窓さん、5位ゆかりん、4位さしなゆいさん、3位しんしんさん、2位なっちゃん、1位のぶさんです。ありがとうございます。泣いてない、泣いてないっす、泣いてないっす。はい、じゃあ順位読みます。順位じゃない、ランダムは5人いきます。1人目、クーマックさん、2人目、ちゃちゃまるさん、3人目、せいじさん、4人目みやじんさん、5人目神14世さんです。ありがとうございます、ありがとうございます。充電がもうやばい、充電がごめんなさい切れた、ごめんなさい。復活したかな、復活した、はい、じゃんけんします、最後の最後に、せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんほい、チョキですありがとうございました、バイバーイ、おやすみなさい、バイバーイ、またね、バイバーイ。